よし。いやー、ふー。気をつけ。よろしくお願いします。よし。よいしょ。今日はちょっと遅めの時間やな。なんで遅くなったか。新しい挑戦してたんや。グリムがさ、トライアスロンとか、あと走り高跳びとか、双方変えたりしてるやんか。で、今日もそうやって、今日なんか嫁が来て、どうとるこうとるでみたいな、泣いたり笑ったり、まだグリムの発表があるかないかで、なんか半分諦めてるけどみたいな言いながら、まあなんとかなるやろみたいな、どうにでもなるわみたいな、俺は楽観的に考えてるやけどな。で、まあ今日のテーマって言ったら、まあ歌でも普通に歌うじゃないやんか。で、今俺が歌ってる歌は極端に暗い歌か極端に明るい歌かやな。中途半端ってないな。で、まあ思い出の曲って言ったって、今からこれ歌う曲っていうのは1970年代ぐらいかな。あ、そしてこれ見て、今日ほら見えるかな。え、スカルのギターやねんけど、わかる？スカルのギターな、わかる？スカルがギター弾いてんねん。これ反対になってるわ。逆や、いいね。もうええわ、もう言いくり返ってもええな、許してな。スカルのギター、なかなかないね、こんなんな。アホ丸だしや。で、今ほら指輪とかつけへんのは弾くやんか。見てくれる？ピックな、今までこうやって持っとったやんか。持っとったらやってる最中にずれんねん。なんで慣れてへんから。なんかどうもうまいこといかんなみたいなんで、これサマーピックで親指につけるピックやねん。これあのアルペジオをしながらストロークもするやつやねんけど、これだけで弾くにはさ、めっちゃ長すぎんねんか。ぶてって。グリムも挑戦やから俺も挑戦しようと思って。弾き方から何から全部変わんねん。こう持ってたんが、ほら、わかるかな。こうやって持っていて、こう弾くんとわかるかな。こう弾くんと、これつけて、こうやから、ピックの位置が全然違うねんか。どうしてもこう、ピックめっちゃ出んねんけど、めっちゃ出たらガッ、ほら、今度腕をあんまり振らんとみたいな、いっぺんに何個もこれも使ってこう振るんじゃなしにここだけでみたいな、アホなことばっかり挑戦したらさ、それがなかなかでけへんわみたいな。だからこうちょっとこう投稿も遅なって思ってんけど、今最近はもうほらやって必死にやってすることないから、適当にほっぱらかしとったら上がるしみたいな、もう世間いっぱいになってるから。それかわりあのサムネイルもタグ付けも何もしてへんけどさ、まあ俺なりにその楽しみながらみたいな。だからフェイスブックでバーっていくと、いつも元気で動画でいつフェイスブックたまに見たやつはもういつも俺が元気やみたいな思ってるけど、それでええねんって人にやっぱりこう、でもここではな、言いたいこと言う方がええかなと思ってな。で、この歌っていうのは夜空の星みたいな、もう普通で考えたらもう故障はなる歌やで。僕の行くところへついておいでよ、夜空にはあんなに星が光る、どこまでも二人で歩いていこう、恋人よその手を引いてあげよう、うん、約束しよう、約束しよう、ね、じゃな、約束しよう、覚えてよ、つなぎ合った指は離さないと、なんかこれ歌わないといけな、泣かないで君には僕がいるぜ、涙なんて拭いて笑ってごらん、
ちょっと待って、臭すぎるな、みたいな。でもええ歌やなって、俺こう、若い頃は、あ、彼女ができたらこんな人歌もええなって思ってた曲やもん。俺ら中学生ぐらいかな、加山雄三の若大将シリーズと言ったらもう、ダントツで人気やったんやんか。青大将、なんかあれやねんな、あの、北野大地からの、すみこさんによって星より子が主人公で、みたいな。加山雄三も全て見たん違うかな。それで 何年か前やろ。な、なんで、だいぶ前かもしれへんけど、なんかイベントで、なんか加山雄三が、どうこのスキー場で、たまたま滑っとったら加山雄三と一緒になったんやんか。で、リフトずっと行っとったら、ほら、ドームとメオが主人公で、なんかそういうやつやったからさ、なんかちょっと喋ったら、ああ、存じ上げてますよ、すごいですね、みたいな話になって、俺からしてみたらさ、あんまりすごい人だと思えへんけど、やっぱり加山雄三はスキーがうまってすごい人みたいになるやんか。でも俺、モーグルやから、タッ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 ってやるやんか。だから、で多分見とってんのな、すごいですね、みたいな。加山雄三イコールスキーがすごいと思っとってんけど、加山雄三に褒められた思いがあんねん、俺。3回ぐらい一緒にリフト乗ったんかな。なかなか、かっこいいみたいな。だから俺ちっちゃい時やったら憧れやったんか、加山雄三若大将かっこいいなみたいな。であんまり俺何々憧れとかめったにないねんけど、で一緒に別に緊張もせへんかったんけど、そうなんみたいな。で僕なんかなんか国体出たぐらいで、そんなん全然メダルなんて程遠いですよみたいな話をしたのが覚えてんねん。なんかイベントで言ったやつやね。話出んちゃうな。ほんで2番は、僕の行くところについておいでよ、夜空にはあんなに星が灯る、どこまでも2人で愛していこう、くっさーみたいな。恋人よ幸せ僕があげよう、かっこええやなみたいな。約束しよう、君と抱いた夢は忘れないと、かっこええと思えんやろ。どこまでも2人で恋人や幸せ僕約束しよう、君と抱いた夢は忘れないよ、ワイさん、僕の行くところについておいでよ、夜空にはあんなに星が歌う。めちゃめちゃ愛だな恋だな言うたらこうどうってことないやんか。俺今これをどうやって歌うかって言ったら、まああの見てる人もおるかもしれんけど、今俺は怪しき仮面軍団と摩訶不思議夢軍団っていうこうサロンやな、サロンで遊んでんねん。人間界とその地獄界とな、人間界の狭間におる世間でいうどうしようもない仮面軍団みたいな、人間でもなければ妖怪でもないみたいなと戯れてんねやんか。でこれ2日に1遍で、1日はFacebook で上げてみたいな。なんか俺昨日ぐっちゃなって、なんかどっちかどっちか分からへんってんけどなみたいな。なんて早歌えて、すみません、分かりました頑張ります。Ah, ah, ah.
僕がいてありがとう笑ってごらん。僕のいるところへついておいでよ。夜空にはあんなに星が灯る。僕のいるところへたわ。どこまでも二人で愛してゆこう。恋人よ幸せ僕があげよう。約束しよう。君と抱いた夢は忘れないと。僕のいるところへついておいでよ。夜空にはあんなに星が光る。おしまい。俺なりにかなり練習したんやけどな、コード間違ったり歌詞が出てけへんかったりみたいな必死で覚えてんで、まあ、もうきっともう暗記能力がないんやな。でも言えばな、雰囲気分かってもうたらこれちょっと、あ、俺今まずしまった、固定すんの忘れてたわ。まあええわ、なんか一個やったら一個忘れてるわ。今日はまずパン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 、これか、これな、前回覚えてる、これ俺 Facebook でこれ使ってんけど、まあ、これだけやってんか。これマスコットみたいな、なんでやったら YouTube みんなフルーツ習い結構スイカ食ったよとかブドウ探して買ったよとかパイナップルどこでみたいな、買ったスイカよとか、なんかこういいことあったよとか、なんか嬉しいやんか、そんな。それとかあの雑草を見ろって言ってチェンマヨージは嫁さんと一緒に行って、嫁さんが四つ葉見つけてチェンマヨージも四つ葉見つけて、なんかすごい嬉しいやんか。偶然かもしれへんけど必然かもしれへんやんみたいな、なんか大自然みたいな不思議なこといっぱい起こんねん。それでええと思うねん俺。他の話もいっぱいあるよ。なんかそれ食べたら頭痛が治ったとかな。で今日思わずもらったやつがスイカやったとか、なんかなんかみんなこうやって結構長く来てくれんねんか。なんか嬉しいなと思うもん。だからこれでちょっとな、これマスカットちゃうちゃうイチョウの木銀なんやでみたいな、こうちょっとこうプラスしてな、観察力やでって。だからあの YouTube では観察力とかあんまり別に言わんでもいいねんけどな、みんなはこう観察力だから、同じブドウでも見方によって。俺が今これ言いたいのは、銀なんてあるやんか、銀なんなるのしてたけど、こんなんしてもらうけど、こんなタッタッタッもう面白いねん、パパパパパパパって、ちょっと待ってみたいな、その発見した嫁はんやって、みたいな、こんな景色目いつも見てるのに、こんなにしてつくの、鈴なりのにガン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 ついてたやんか。銀杏とヒロダリとかいっぱいしてたよ。銀杏とか葉っぱも葉っぱ色もしてたけど、マジマジこうやってついた、これ見えるかな、これアップしてるけど、ほんまにグワーッと分断であったんや。だからやっぱ観察力やねんか。だから俺みんなにはこのそうやってな、観察力研ぎ澄ましてみみたいな、見えない世界見えてくるよって言いたいね。だからいつも見てるもん、いつも見てるもん、どうとろこうとろかもしれへん。
でも俺にしてみたら、例えば今日これで言うたらね、もうあんまり写真ガチャガチャしてんねんけどな、グルメで言うたらこれな、常に新しいことに挑戦やんか、ままに入らず。俺はちっちゃいでやってることな。でもこれで普通こんなんで曲全部弾けへんねんか。これはこうアルペジオと吹くみたいなやつやねんけど、それでなんでって俺落とすからピュッて。だからまあ2日で頑張ったらコンサートするときに多分何曲か決めたら練習したらいけるかなみたいな。もうじゃあこれじゃ手抜いてるわけないねんで、俺何にすっげー頑張ってんねんって。俺何に今までやったら夜空の星言うたら僕の言うから普通にダラン、ダラン、ダダダダダみたいな、なんか夜空の星のようなイメージな、イメージが、ああいけてるなみたいな。でそれも最初ドロロンってやっとったら嫁におかしいって、一個入れすぎやみたいな、入れんでええねんみたいな、あそうかこれだけでええんかみたいな。俺分かるかな、チュロチュロでええのにチュロってこうやってたっけ、そんな要素のせんでもええみたいな、そうかみたいな、なるほど。俺気づけんそうなったらこれなんでもええ格好しやから最上級のやろうとするやんか、ちょちょちょみたいな、で音がうるさいとかどうこういうの、今日こう音聞くうるさすぎるかもしれんけど、伴奏がうるさすぎる言われてんけど、まあ後でまたチェックするわ。だ今日俺新しいことに挑戦で、ここ爪やってんねんけどパーン取れたら嫌やから、ここだけ貼って、ここが爪貼ってんねんけどな、でこうね、ほらこれやけど、どれやったかな、これも嬉しいやんか、突然現れた金メダリスト成田グリム、沈黙の一年半を語ろう言うて、こいつが何か語ってフォーム変えて、今88がベストやけど85止めてよかったって、アホやんか、待って俺も挑戦しようみたいな、2日で頑張ってみたいな、アホなんだしやみたいな。でもなんかその過去を語ってやるし、俺だから極力替え歌してないやんか、この歌も頑張ってお前らついてこいよみたいな、な怪しき仮面軍団と怪しき夢軍団ちゃうわ、怪しき仮面夢仮面軍、怪しき夢仮面軍団か、それとなんか不思議夢軍団、頑張ってついてこいみたいな、かっこいいやんか。歌でやるけどさ、なかなかみんなついてけんやん、現実な気づいたら誰も俺にショックやったんか、俺かっこいいやんか、僕の行くついてこいよみたいな、夜空にはあんな星が光るから、どこまでもな青仲間で歩いていこうぜみたいな、なおいその手を引いてって、手や引けんけどな、倒れそうなったら助けたらみたいな、約束しよう、爪や指は離さない、泣くなよお前には俺がいるぜみたいな、涙なんか拭いて笑ってごらんみたいな、俺が今もう泣きそうなのな、俺の行くところについてこいよみたいな、夜空にはあんなに星が灯っとるぞみたいな、どこでもどこまでもアホ仲間で愛していこうぜ、小芝居な、な諸君幸せを俺があげようか、これなんか夢まか人生バラエル主義にしてあげようみたいなもんやんか、約束しような、お前らと抱いた夢は忘れないぜみたいな、俺の行くところへついてこいよ、夜空にはあんなに星が歌うみたいな、かっこええやみたいで歌ってん俺。でもまだ完璧に歌ってへんから覚えてへんから、ちょっとこうでも俺かなり練習したんやけどな、許してなその辺は。だからそれが伝わったら嬉しいね俺、たまってついてこいやん、ね、かっこええやんか、なんか青春ドラマみたいやろみたいな感じ。でまあいつもののたくなこれやろ、でこれはなんかイベントで2014年やからね、7年前、ウェイクボードのなんか大会やったん違うかな、でこトロフィーでかいやろこれみたいな、これがってなんかメロとかドームが持ったやつをこの一番のあれだけ変えたんや、パーフェクトパフォーマンスかなんかに、であんなことある、あの海外で持ったやつを前のプレートだけを変えたんや覚えてるわ、
こんなアホだったからな。で、これはグリムが作った吹き矢や。吹き矢でこれ、ポーズつけとってみたいな。ようやるな、みたいな。ほっそりしてるよな。今もう舞台や、もうええわ。今日はポーズバレへんやろ。ちょっと若者みたいやろ。若者みたいやから若者みたいな。まあええわな、みたいな。で、これや。これどう考えても奇跡にしか思われへんねん。これな、弁天小僧や。音程46やで。わかる？音程46。54間違えてんねんで。音程90取るやつアホを取るからな。大概のやつは音程80以上取ってるわ。46やからな。でも表現力。94。抑揚93。しゃ、うん、待てよ、何やねんこれみたいな。俺理解できへんねん。普通、音程が良かったら表現力もええとか、ちゃうちゃうちゃう、これ見てみや。弁天小僧やからよっちゃんやろ、これ。で、次これは、琵琶湖秋光の歌、加藤登紀子。正解率47。表現力96やで。これ一遍言ったらな、これやってみ、この、もうこれ今、カラオケ行かれへんけどさ、今度行ったらやってみ、みたいな。これなんや。岩壁の母。正解率46、47、46。表現力93。歌手が一番要求されてるやつやね。俺、この回、よっちゃんに全敗したんや。みたいな。よっちゃん！もう一遍に元気だね。ありえんな、みたいな。俺も92とか95とか。93とか言って、ちょっと待てよみたいな。本気出して、これ全部負けたよ、俺。ありえんわみたいな。これ、1、2、3曲勝負やろ。5曲か、それ勝負やろ。全部負けたよ。全部90以上でやで。奇跡や思ったわ、みたいな。そしたら帰り、ちゃんとスタスタ歩いて帰ってん。ありえんな、みたいな。俺がそうやんか、俺がよっちゃんに似てるんかな、みたいな。もう感情込めて、踊りながら歌うからな。だから、よっちゃん、あの世行ってから、よっちゃんの歌聞いたら、もう涙勝手に出てると思う。思い出して。最近は今、笑いながらな、こうやって見れるけどさ、もうその当時は、もう泣いたらなかなか止まれんかった。俺、そんな泣き虫は思えなかったもん。で、あ、俺は待てや。なんでこんなアホやろ。もう今頃押してもあかんわ。なんでやろ。タイマーピット押してんねんけどさ、もう毎回やな。もうね、怪しき仮面軍団やったらもうきっと閻魔さん送りやろな、これきっと。わお、なんでやろ。頭悪いとかちゃうやろな。もう認知症かな。あ、さっきテレビ見てたらなんかワンちゃんのやつで M ちゃん似てんねんか。だって嫁はん見たらワン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 泣いとった。思い出すんやな。俺もたまにあるけど、絶対嫁がおったら、誰かがおったらその場所におれへんもん。なんか泣いたりするのに。なんかバレの家やからさ。家かっこしやから。その言われに俺なんか、夢会の時にさ、なんか曲始まったら、うわ、号泣してなかなか止まれへんかって思いがあるからさ、なんかすごい恥ずかしいから嫌やねん、俺。で、これは、そんな月1回のデートのぐらいね、服のセンスダサいやんか。服のセンス変えていって、おしゃれにしていて、また次一回デートのこれ。懐かしいなぁ。これどこや？あ、ここな。海鮮料理とか、魚とか、天ぷらとか、いっぱいね。よっちゃん大好きやで、ここ。何でもあんねん、ここ。で、いっぱい頼んで、ちょこちょこ食うって。もうここへ行くんで喜んでいくね。懐かしい。もう潰れてあれへんけどな。で、あれ、あ、俺、赤の夢ティーや。これ何年か前やわな、これ。赤の夢ティーで。にゃんちゃんは、よっちゃんが、もう娘さんみたいに可愛がってたみたいな。うん、校長先生やけどな。これは懐かしいな。これな、心斎橋で、なんか俺、ま、誰か待ち合わせか、なんか分かんない、覚えてんけど、心斎橋ってどうこうときな、このほら、名古屋の子やね。何かのコンサート来てんけど、めっちゃおもろいね。もう、漫画みたいなおもろいね。ちょっと待ってやみたいな。
で、なんか予定やってんけど、もう予定やめて、お兄ちゃんと一緒に遊ぼうって言うて、30分みたいな。俺もそのモデルで、30分、よし、30分一緒に遊ぼうって言うて、ここで踊ってんねん、これ。漫画みたいな面白い。で、写真撮って、あ、ほなか、もうでもな、なんか、ほんまに面白い、この子ら面白いな、思うだもん、俺。踊ってくれて、なんかバーッとやってる。でも人だかりやんねんけどな、踊んねんわ。グリコ、グリコ言うて、なんか、なんか、あの、今動画あったるわ。で、この子、ほんまに面白いわ、みたいなな。あ、世の中こんな子おんねんな、みたいな。で、別に連絡先聞くわけないんで、じゃあね、バイバイって。別れてんけど、あ、なんか懐かしいの、この子ら見たら、めっちゃ懐かしいなと思うわ。なんか大喜びやね、この子ら。え？みたいな。面白いな。この子らは大阪面白い言うとったわ。みたいな懐かしい。青丸出しの青春やったわ。常にやろう。うん。で、これをね。どうよ。で、今日はきっとまだ時間あるから、ちょっとな。あんまり難しくならんけどね、これ言おうと思ってな。歴史的にどうこういうのもやめた。雑草のごとく、日本全国見るやんか、歴史見るやんか、雑草のごとく蘇った県はどこか。山口県や、長州藩やね。で、これすごいなと思うね。なんで長州藩がすごいか。薩長土肥とかれんか、薩摩長州備前土佐みたいな。なでも薩摩と長州で、あと備前も土佐もまあどっちかというとそんなに評価されへんみたいな。要するに明治新政府はほとんど薩摩長州でも残ってんのは薩摩じゃないね、長州やね。水戸藩って誰も残ってへんやろ。だから藤田東湖っていうのも おんねんけれども、それと武田っていうのもおんねんけど、まあだから清酒祭、まあおんねん、まあ藤田東湖有名や。で、その後の小次郎も天狗党とか作んねんけど、結局水戸藩って誰も残ってへんねん。面白い、誰も聞けへんやんか。藤田東湖だってみんなあんまり知らんやんか。要するに水戸学、要するに慶喜のお父ちゃん成明が水戸やんか。その水戸っていうのは、あの吉宗ってあの 9番目の息子や、それの2代目が光圀や、それが大日本史を書いていてみたいな。で、尊王攘夷の元祖になってるみたいな感じやねんけどな。でも水戸は全然残ってへんし、じゃあ薩摩はって言ったらすぐ人はいっぱいおってんやんか。みんなが知ってる西郷隆盛、大久保利通、あとないやん。その前言ったらちょっと前、小松立脇な。で、島津久光ってさ、お父さんちゃうねんで。自分の忠義かな、自分の息子のお父ちゃんだけやねんで。なんじゃこいつ、もう出しゃばり父さんや。でもその家光っていうのは戦争主戦派じゃないね、息子の方が主戦派やってんけどな。あんままたそんなんで勉強になるけど、要はな、長州藩ってもうとっこと持ち込んでんねん。で、もうあんまりバッと書いたらもう嫌になるからさ、前ねやけど、これだけ見て、63年の8月18日の政変と、禁門の変と、第一次長州征伐と、第二次長州征伐だけ覚えてほしいね。どういうことかって言ったらな、京都で力持ってんねん、これ。当時な、長州藩って。ところが、1863年8月の18の政変言うんで、公家と一緒に、長州も、要するに長州ってどんなんかって過激派で
尊王攘夷よね。その時に薩摩はって言ったら、工具合体やね。幕府とうまいことやっていこうみたいな。一人アウトになって力持ってんねんけど、だから三条実美あれやんか、要するに岩倉と揉むより位的上のやつな、そいつら全部七人が引き落ち言うて全部退散されるねん。今日から出ていけみたいな。だから聖天をつけとかやったら天狗堂とか天中組とかがアウトなんねやんか。要するにもう公部合体で行こうになんねやんか。これ1863年やねんけどな。その前に62年にどうしたかって言ったら、公女勝宮が家持ちの嫁さんになるやんか。それ62年や、1年前の話や。だから公部合体ということは、家さんだとか家持ちにしてみたら、長州がこうが出しゃばってきてすごい嫌やってん。だって天皇に言うて時の孔明天皇に言うて警備を担当する一番の責任者を薩摩が取ろうとしてたやつを慶喜が、要は円四郎な、部下円四郎おるやんかな、円四郎なんかが頑張って慶喜がその地位をもらうね。あ、でもこの時って家持ちの時やねんけどな。家貞が死んで家持ちの時は多分この時代やったらやねんけれども、頑張ってな、薩摩気に入らんわけやんか。でも一応は公部合体の仲間やからな。でも薩摩だけが過激でああみたいな。まあこれが63年に追いやられてみたいな。だ64年に聞いたことあるやろ、小坂玄瑞とか聞いたことあるやん。当時まだ22やで、23やで、小坂玄瑞が。でも小坂玄瑞のは結構冷静でどうこうやってんけど、巻泉って言ってな、何やったかな、楠木正成の生まれ変わりやみたいな、神官やねん、この官主やねん確か。で超過激やねん、牧泉とあと呉島又兵衛っていうな、その年配のやつやねんけど、47やねんけど、牧泉も年寄りやけど、その二人がこっちやるぞやるぞってなって、仕方なしに草加玄瑞なんかも行って、この金門の辺で死んじゃうねんか。で牧泉なんか天王山あれやんか、天王山まで行って、それを追いかけていくのに新選組やからな。だから新選組検問の辺で活躍してんやん、違うねん、彼は他のところで頑張ってたからさ。で天王山で巻き爪が自殺するんだなみたいな、要はクソと思って結局ダメやってみたいな。なら慶喜、要するに孔明天皇っていうのは外国嫌いやからさ、その前にな、1825年やと思うねんけどさ、外国船打ち払い令とかってやんか。1825年、外国船見たら打ってもかめへんみたいな、これ政府の方針やったやんか。でそれで、あ、これちょっと やばいなって、いろいろフェートン号事件、いろんな事件があったからさ、これやばいやばいって、だ今度もやっつけやんと、水とかやって返してくれみたいな。だからその前年にも来んねんで、アメリカから、あれ誰だろう、安倍政宏の時かな、安倍政宏の時、まあ、彼若いね、36で死んじゃうんだけどさ、そのあれが来た時に、ペリーが来た時かって、その何かな、仕方がなしにこう条約結ぶんやけどな。でその時かって、あんまり覚えねえわ、安倍政宏の時かな、みんなに意見聞くねん。
どうすればいいかな言うて勝海舟がバーッと書いたやつを採用されんねん。慶喜が部下あんまりおれへんからみたいな。それ多分大久保一葉ってやつがえこれはええなって、あの大久保利通ちゃうで大久保一葉って言ってあの沖縄有事が見えるぞなんでみたいなのがあってみたいな。だから長州って言うたらあの朝敵なんねん。1860年大事長は征伐や言うて、でもこの前年にな1863年にあの下関戦争って下関事件で外国船をアメリカ人バーンと撃ったりとかフランスバーン撃ったりしたわけや。で来ておい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 みたいな。ほんなら長州どういうとか、だって政府の方針やから言うて政府が金払ってんねん。ほんなら例えば当時の時家持ちだから慶喜とかあと孔明天皇はもう長州やっつけてくれみたいな。で第一に長州征伐行くわけやんか。そしたら1年のうちにアメリカ、フランス、オランダ、イギリス、もう一個どこや？アメリカ、フランス、イギリス、オランダ、ロシアかな？五カ国とはなんか勝負すんねんか。あの、長州外で考えたら、世界相手に、イギリス、世界一番強かったんで、相手に17隻組んでんの。みたいな。でもあっさり負けちゃってみたいな。で今度は第二長州征伐1866年やけど、この当時言うたらはるかに幕府論がすごいねんけど意気込みが違うねんか。もう66年って言うたら何が起こるか言うたら、あのこれ言うたかな、まずもう朝敵になって薩摩ボロボロやんか。これでアウト、これでアウト、これでアウト、もうアウトや、アウトだらけやんか。そんなもん幕府な200何を相手にたった一班が幕府に掲げて勝てるわけないやんみたいな。人数も違うしみたいな。意気込みが全然違うんだけどな。でも1866年にどうなったかって言ったら、この時あの騎兵隊ってあれやんか、高杉晋作。でも高杉晋作この時牢屋に入れられてんの。で休暇出されんねんけどな。だから長州ってこれな、関ヶ原の戦い考えたよね。関ヶ原の戦いで一番被害受けてんのかな、多分毛利やねん。毛利ってな150万石ぐらいあったはずやねんけど、最終的には35万石に減俸されてんねやんか。わかるってこと。だから幕末の藩でどこが力持ってるか言ったら、加賀藩、加賀100万石ってやんか。その次が確か薩摩ともで、で長州が70何分かけど、実際にはもっと取れてるみたいな。7位ぐらいやったんかな、ちょっと忘れたけどさ。だから国高的にはすごい力を持っているところやってん。でももう薩摩は長州はもうこれ絶対立ち上がられへんやろというぐらい危機的状況やのはずやねん。でもようこんなんもあるか、それはどれか本物か分からへんけどさ、関ヶ原の戦いの怨念がずっとあって、そんなあれへんと思うけどさみたいな。薩摩もそうやんか。薩摩も長州も関ヶ原の戦いの時には遠ざまやんか、遠ざまって敵やんか、東軍と西軍やんか。だからその恨みもあったんちゃうかみたいなのあるけど、そんなそこまでなんか気質は関係の違うかなと思ってんやんか。だからうまいこと言えへんけど、この長州が
底力で上がってくるっていうのは、あの吉田松陰が松下村塾たった2年かもしれへんけど、そこから出たやつというのは伊藤博文とか、あと日下源水とか入江とか、あといっぱいおるわけやんか。山形有朋とかいっぱいいろんなやつがおる。そのうちにあの井上薫とかも、だからそういうすごいやつがいっぱい、人材がすごい豊富やったみたいな。薩摩にしてみたらさ、あんまりないやんか。西郷隆盛と大久保利通以外誰かおる？まあ東郷平八郎とかおるけどさ、お前聞けへんやんか。やろ？だからやっぱり人材って、あ、関係あるんかなみたいな。だから大久保重信なんかは備前やからな、江藤新平とか、うん、だから土佐言うたら、土佐金の音を作ったら武智随山とか、あと、吉田東洋とかで、それは全部吉田東洋とかなんかは全部幕府寄りやったからな、後部合体金のカラーみたいな。でも長州はもうどうしようもないいうとこから立ち上がってくんねんで、これすごいなと思うね。どう考えたってみんなそんな見方せえへんか。第一長州征伐を第二回でこれ勝つねんもん。なんで勝つかって言ったら、あんまり見ないしないけど武器あるやん。この時に1866年って薩長連合を進めて、薩摩と長州が手を組むねんやんか。でもこれ坂本龍馬がやったってなってるやん。これは利用されたと思うね。どういうことかって言ったら、パークスとね、パークス言ったらその日本の駐日大使で偉い人やな。来た時にアーネスト・佐藤っていうのが通訳や。でもアーネスト・佐藤が長州も、だからどの人か言ったら、大会これイギリスと戦うで会うてんか。イギリスと仲良くなって井上薫とか伊藤博文とか全部イギリス留学してるやろ。薩摩もそうやろ。でどうするかって言ったら、それイギリスは薩摩にしても長州にしても西郷隆盛なんかアホやから言って怒られるわ。あのパークスにすぐ会見してまとめ、あの言うてな、今のはほっとったらフランスロッシュってなるから、それに丸め込まれて幕府の後ろにフランスがつくぞ。そうなったらどうしようもできへんと。だから俺らに味方せえへんかみたいな。えみたいな。その代わり武器売ったるぞみたいな。なら長州は、あ、薩摩はあのグラバー、あれ全部イギリスやからな、から武器買うてみたいな。で薩摩は長州から米買うてみたいな。それの仲立ちしたんが坂本龍馬やんか。じゃあ言って、そんなん後ろで操ってるってどこ調べても出てけへんと思うわ俺。これどう考えてもそんなお金どっから出てんねんとかあんねんもん。あれあれみたいな、みたいなことがあるから、なんで亀山社長どうとろこうとろみたいな。結論的にグラワーと組んどって、要するにパークスがおって、姉でも姉佐藤はちゃんと書いてるからな、薩摩よっしゃみたいな、長州よっしゃ。だからこの時の武器は全部薩摩から流してんねん。言うてんか、慶喜にしてみたらその皇居の警備を薩摩に任せたら怖い。何言うたら薩摩っていうのは、あの言うてんか、重秀、あの乱教オランダ基地がいな、それはあの家成が基地外的に大好きやってみたいな。その嫁さんはあの重秀の娘やから、だからあの宮中にも朝廷にもあのすごい力があるんやんか。だからあの六摂家って言って、要するにあの近衛家と、六条一条二条九条
え、あとあと高塚さんみたいな。で、あの三条実美っていうのはそのこの次の一番偉いところで、だから岩倉とも見てめっちゃ苦言でもベベトの方やね。でもこの、まあ、岩倉とも言うのもまたこう言うけど、今はちょっと長州がめちゃめちゃどうしようもないやんか。8月の18でアウトでみたいな、クゲも7人七教自由で来てみたいな、ええー、みたいな、チキショーと思って仕返し行ったらまたやられてみたいな、第一選抜やろうと思ったらその前年にアメリカ戦バーンって文句言うたら、いやいや国の政策やで、幕府の政策やでみたいなとか。で64年にもうあの公明天皇はもう叩き潰してくれみたいな。でおかしいやんかってなるやん、外国嫌いやねんけれどもみたいな。そんなもん喋ってもっと長なんねんけどな。で第二選抜で、まあ、この奇跡的に勝って言うねんけど、もうみんな腹黒いねん。この時に薩摩はこっそり長州と組んでんねんもん。超大変な時に全部流してんねん。ということは超薩摩にしてみたら、大久保利通も西郷隆盛もこっちが回る木戸公園にしてもみんな勝てば官軍で見てるやんか。これもし幕府サイドで見てみ、孔明天皇から見たらふざけんな薩摩もふざけんな。ところがこの金門の変なんかはあの慶喜が陣頭出たってすごい頑張ったやんか。小松帯刀なんかがすっごいと褒めてるしみたいな。だから金門の変の時に慶喜がすごい頑張ってみたいな。で負けそうになった時に西郷隆盛薩摩軍が来てやっつけてみたいな。こっちにしてみたら味方やと思うやん絶対。影で全部、要するにあの御所の警備を取りたかったやんか、あの久光にしてみたら。でも慶喜に担当されて思ったから、じゃあ今度は朝廷にしてみたら、幕府にしてみたら、待てと、慶喜があんなに同行して力持って思ったら、俺ら待てあいつらなんか孔明天皇とグルになって何かやるの違うかみたいな、すごい恐れて慶喜がこう敬遠されていくみたいな。でも慶喜は友達おれへんしみたいな。話全然別やけど、長州藩がようあっから立ち上がったなみたいな。その後今かってほとんど長州藩が来てね、井上薫にしたって、でもあの行く時かってあの岩倉行ったやんか、岩倉使節団残ってんのはほとんどあの井上薫とかで、江藤新平は佐賀やねんけど、あと山形有朋とか、あと大隈重信とか、薩摩あんまりみんな行ってるもん。薩摩はな、ただ伊藤博文と井上薫は一緒に行ったんやけどさ、じゃあ、いやいや伊藤博文行ったんかな、井上薫も一緒に行ったんや、行って、うん、だから要は長州はもうボロボロのボロボロやってん。で一遍調べてほしい。長州の立場になったら、そして高近っておんねんけど、この高近っていうのは創成功って言うてな、うん、創成ねんけど、俺はめっちゃ名君や思てんねん。だから高近調べて、毛利高近、あの安政の大獄であれもされるけどさ、俺はすごい名君と思う。要するにあの下級武士と上級武士どっち言うても創生言うてるからさ、だからどこの藩もみんなめちゃめちゃ大変なんや、この当時のその財政面とかどうこうみたいなのがあるから、俺長州藩が雑草をほどくよみがえる長州藩って書いてあるけど、これ一個一個やっていったらなるほどって言うけど、自分で調べてくれ。もう最悪、ようこんなとこで立ち上がったないうぐらい頑張ってんね長州藩って。
だからその薩長連合にしたって、でイギリスが援助したとか、俺らが学校で習ってるかどうこうとか、全然もっと深いところで歴史を動いてると思うね。全然関係ないかもしれんけど、歴史と関係なしによう長州藩そんなんでよう立ち上がってきたなって言える。それ自分で調べてほしいね。こんな藩ないと思うねんもん。みたいな。だからいろんな面で長州藩の底力っていうのかな、それはすごいなみたいな、そういう見方全然やんか。どんなあった、どんなあった、どんなあった、どんなあったしかマクロやんか。もっとあミクロやんか、マクロで見てみみたいな。長州藩ってすごいなみたいな。じゃあこの1866年の時はさ、薩摩が反対すんねやんか、なんか利用つくねんで幕府にバレんように。そしたら九州は全部、薩摩動けへんかったら俺らも行けへんわ、広島も行けへんわ、どこどこも行けへん、みんな行けへんわになんねやんか。いいってなるやんか。そこへ持ってきて武器、最新の武器はなんでやねんって、普通考えたら分かるやんか。みたいな。要するに薩摩はだから西郷隆盛とか大久保利通は幕府に対してはええ顔してねえで、でもやってることは裏ですごいええ顔。それは貴族本位も一緒やで。だからそういう面で考えたらすごい面白いっていうか、歴史っていうのはみたいな。人間関係で見たら長州すごいなって思うねんか。これ人物に例えたらな、ようそっから這い上がってきたなっていうぐらいドラマやと思うねんか。これ偶然ではないと思うね。あ、かなり偶然があるで。にしても普通の人間やったらこの時点でもアウトになると思うねん。要するに幕府自身も、幕府やないわ、長州自身ももうあかんと思って、もうごめんなさいごめんなさいするわ、だってごめんなさいしてねんで、2回目行って3回目ダメやったから、それやったら戦うことないしかないってなってねんで、一応ごめんなさいしに行ってねんで、何でもしたらあかんって言って、行ってあかん言われて立ち上がってみたいな、もうどうしようもないねんみたいな。それでも長州藩が頑張ってみたいな。だからそういう面、将棋対安家って勝手にって、大村松次郎これがって長州やんか、村田蔵六ってもともと医者やねんけどな、敵塾出身やけどさ。だからそういうこういろんな歴史、まああれもこれもごめんやけど、歴史と思わんとさ、いっぺん長州藩を調べて、関ヶ原の戦いも長州藩、毛利元就だって毛利あれやんか、毛利家な、で毛利一族が一番連邦なってアウトなってみたいな。要するに毛利は戦争してなかったんからさ、だからそういう頃毛利から始まって関ヶ原に始まって戊辰戦争、いつか長州と薩摩がみたいなことで、勉強的にはあんまり言いたないんだけど、長州を自分で調べて長州すごいなって感じてほしいね。そしたらいろんなこと出てくるわ、みたいな。いやでどれがどこで、その時にすごい何月にやったかわかんない、63年の何月、60年何月、66年の何月出てくんねんか、これがあって順番通りになってんねんか。そういうのをいっぺん調べてほしいみたいな。ずっとちょっと長くなったけど、長州藩はちょっとな、雑草の男長州藩やねん。要は俺雑草の男からつなげただけやからな、わかるかな。でそれと今やっぱりどさくさ紛れに始めた朝の挨拶、めちゃめちゃ好評やねん。みたいな。俺これでちょっと減ってくれ、もう怒られるわ、減ってくれたら嬉しいかなと思うとったんやんか。150ぐらいやったらちょっと嬉しいかなみたいな、200ぐらいやんか。だから一番いいのは夜中は150で、次の日2日目は200みたいな、ちょっと楽やんか。
だって俺2時、3時、4時、5時、6時目覚ましだからな。アホや、アホ。だって毎日やんか、毎日。俺ほんとこれ、2日に一遍やったんちゃうかなと思うんだけど、あれ挨拶毎日かなんか、なんかいつの間にか挨拶来ませんけど、とか訓練いっぱい。あれこれ2日に一遍ちゃうかったかなと思うんだけど、まあ今もなんかもう毎日なってるやんか。ありゃありゃありゃ、みたいな。で、決勝に投げたのは、あれ今日あげる日じゃなかったんですけど、なんつうの見たからさ。で、俺、アウトの時やって、大丈夫ですか大丈夫ですかみたいな。寝坊してるとは誰も言ってへんかった。一安心しました、みたいな。だから、こだわり。だから、朝の挨拶、嬉しいな、みたいな。鏡見て、まあ、鏡見てとかな。雑草見てとか、空見てとか。なんか、みんな、やってくれんねんか、大の大人が。なんか、すごい嬉しくなる。だから、言うたて前自分がやっぱりできてへんかったらあかんと思って頑張るもん。だからそんなほら落ち込んでる場合違うなみたいな。俺落ち込んでるの本当はな。でいろんなことやってんねんけど、だから暗い歌から明るい歌しながらみたいな。だから忙しく、時間があるよりも常に忙しく忙しくしようみたいなんで今やってる。でもまあ徐々に回復はしていってるけどな。だからほら、みんなほら、メッセージ見てくれても、俺見えへんことにしてんねんけど、見たらこれも俺もなるから、朝見るか、その、大切なやつ見られになってしまってね、今俺全くな。そんなやつあかんけどさ、常に100以上、120、30くらい来てんねんからさ、メッセージ。笑うで。いっぺん、こう、俺の代わりにやってみ、みたいな。そしたら、いやー言うの太ろうと思うで、毎日やで、毎日3時間やで、バカやで。なんでみんなの喜ぶ顔が見たいから、みたいなな。アホ丸だし、みたいな。でも俺頑張ってほしいのは5人やからな。だから、一番大切なのは、ベースが人生バラエル主義であること。人生バラエル主義で歩いてどういうことかって言ったら、自分に恥じないって言い方をしろやねんか。わかるかな、あの、自分に恥じないって言ったら、鏡の自分を見て恥ずかしないかみたいな。人を騙せても自分騙されへんぞみたいな生き方ができたら、ベース人生バラエル主義になれるからな。だから騙すより騙されるみたいなバカかもしれへんで。だからベース、これめっちゃ大切。ただ仕事とかどういうことは別やぞ。あの仕事とかはやっぱり駆け引きもせなあかんけどな。素に戻って人間関係っていうことに関しては素直であるべきみたいな。これが俺が言う人生バラエル主義の鉄則やね。口だけ人生バラエル主義言ってもさ、友達裏切ってたりしたらそんなん絶対バラエルじゃないみたいな。それは人に迷惑かけてるからになるからさ。だから俺は今やってて、今こうもがきながらこうまた新たに成長していってなんねんけど、だから何かを手抜いたり服装を手抜いたりとかどうこうはしてない。一生懸命練習して前向きで頑張ってるみたいな。だからメッセージ来てもマイナーなやついっぱいおるよ。でも言えへんもん俺。ワクチンなんてなんで打たなあかんのってやつもおるし、あ先生今日話変わるけど、今日昨日嫁ワクチン打ったやんか俺、ずれていてみたいな。ほんだら穴なんとかき、なんか昔そばでアウトになったみたいねんて。で今日あかんわいって言う倒れて寝てるけどさ、ちょっと触ってもイエ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 イって言うってなって、病院行こうかって言ったらええわみたいな。ちょっと手が痛いわ、しんどいみたいな。だから今日はこうおとなしい、しんどすぎてみたいな。まあまあだから人生いろいろあるけど頑張って、ね、楽やん。こうやって歴史、これ歴史しちゃうねんけどさ、長州藩婚みたいな、どうやって立ち上がったんですかを調べてみたいな。今日はここまで。